皆さんこんにちは、浦方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて今回ご紹介する商品はこちら、よいしょ、シーマスポーツラインエアーショットガン M3 ショーティーピストルグリップ取り回しがいい CQB モデル。はい、スペックですけれども、全長が 640mm、 重量が 1300g、 装弾数は30発、シェルはね1発付属してるんですが、この中にね一応30発入るんですけど、ワンショットで、3発ね出るんで10回撃てることになりますね、この1つのシェルで。でセミオート単発のみのエアーショットガンとなります。でこの M3 ショーティーはベネリ M3 スーパー90のショートバージョンで、固定ストックからねこのピストルグリップにこの変わっておりますね。でアウターバレルを 180mm、短縮し、全長を 140mm から 640mm にね、変えてる、 400mm もね短縮したものモデルになります。シーマのエアショットガンは一発で3発同時発射されるんで、ショットガンらしい射撃を楽しめる本体となっております。3発同時発射ってことで、3チャンバー3インナーバレルなんでね、非常に弾道も良好となっております。こちらね、ショットシェル丸井さんのものが共用で使えるので、後から買い足す時にもね、丸井さんのものを選んでも大丈夫です。セーフティーがね、こちらについてるんですけど、一応押すとね、ちょっと出るとこっち側かな、出て、でこっち押すとこう赤いマークがねちょこっと見えると思うんですが、これで、射撃が可能となります。なんでこっち側に押すとセーフティーで、サイトは、こちらね、左右の調整がちょっと可能です。リアサイトね。でフロントサイトは固定ですけれども、結構大きいんでね普通に狙いやすいかなと思います。リアサイトの方がちょっとちっちゃいかなぐらいですよね、うん、まあでもショットガンってこうラインで大体狙えるんで、まあそんなにサイトに頼らなくても大体で撃てるかなっていうのもあります。あとスリングスイベルはね、こちらと前はね、ここにもついてますんで、まあ1点でもいいし、まあ2点でもいいのかなっていうところですね。それではね実際に撃っていきたいと思います。はい、とシューティングレンジやってまいりました。早速弾速ね測っていきたいと思います。ちょっとね3発同時発射なんで正確にちょっと出るかどうかわかんないですけど、一応測ります。 65.23、64.93。 では実際にターゲット打っていきます。はい、一応ラピッドファイヤーねやってみます。ラピッドファイヤー、トリガー引きっぱなしでコッキングするとそのまま打てるかってやつですね。後ろの壁にね向かって打ちます。はあ、よし、はい、一応打てました。で弾入れなんですけど、このシェルね、出してもらって、この上からビビローダーでカリッカリッカリッと入れてもらうと、これで30発、はい、もう入ったね。でこれでまたね、何個か持ってればすぐにこうチェンジしてもらって打つことが可能となります。はい、と戻ってまいりました。まあ実際打った感想ですけれども、まあやっぱねコッキングねずっとしてると腕がね、筋トレになるかなっていう感じでございますが、まあやっぱ3発同時発射なんで、すごく迫力がねある射撃ができるんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ、ご自身でね体験してみてください。さて今回ご紹介したのはシーマスポーツラインエアショットガン M3 ショーティーピストルグリップ。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。